枝豆最後の花道を東京で飾ってやろうという愛情あふれる計らいさ。今までの中で一番つれえ仕事だべ。お前がこの世から消えても何も変わらん。医者付けは事実。元々は日本人で弁護士で人身売買のブローカーもやってたらしい。上海論風版のオズ、これが本当の俺だ。美貌、知識、体力、演技力、史上最高の天才コンフィデンスレディー、ドロシー。もう君を自由にはさせない。しくじったものは見捨てる。私たちのルールは絶対よ。クズだ、ビビって逃げてきた。ドロシーが喜ぶやり方を教えてくれ。もうあんたを信じない。私たちは仲間じゃない、友達でも家族でもないわ。あいつはみんなが思ってる以上に繊細で面倒くさい。うまくいきそう。もちろん台本はあるけどね。もうおめえらには振り回されねえ。こっから先オラは自分しか信じねえだ。お別れを言いに来ただ。